はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズ第13弾をお送りします。で、盛りだくさんです。12問あります。ネット書いてみたら入りきらなくって、ちょっとね、紙のサイズ合ってないよみたいになってるんですけど、今回この12問やっていきますので、ぜひね、ここで1回動画を止めていただいて問題解いてみてください。で、ちなみに11番、これね、の図はここにあります。ちょっとね、見にくくて申し訳ないんですけど、そんな感じでよろしくお願いします。で、やってもらった後にちょっとわかんないのがあったりとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からまずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ避けますのでお待ちください。よいしょ、もうちょいこの辺かな。よっしゃ、じゃあ行きましょう。あ、そうそう、で、参考記録なんですけど、自分5分38秒かかってて1問ミスりました。はい、しかもどこでっつったら3番でミスったからね。そう、普通に結構自分今回解いててなんか不安だったんだよね。だから何問かやり直しというか確認もしたんですけど、3番普通に暗算で解いていけたと思ったら間違えるみたいな。はい、という感じでやらかしました。超恥ずかしいよね、この3番やらかしたのはね。はい、では1番いきましょう。で、まあ最初はね、3マイナス、カッコマイナス2なので、まあ引き切るとカッコの前のマイナスはプラスに変えて、中も一緒に符号を変えるっていうのがルールなので、まあ3プラス2になると。だから、じゃあ暗算にいっちゃいますね。ここは5になります。で、2番は指数がまずあるので、ここからいきましょう。で、よく出てきてますけど、カッコの外に2乗があるので、これはカッコ丸ごと2個かけるって意味です。カッコマイナス3かけるカッコマイナス3、つまりこいつ9になります。で、書きましょうか。9になってプラス5かけるマイナス1、足し算と掛け算、先にあるのは掛け算です。だから、5かけるマイナス1、まあ、プラス5まで持っていっちゃおうか。プラス5かけるマイナス1がマイナス5なので、9引く5になります。つまり、答えは4と。で、やらかした3番ですよね。全然難しくないんですよ。すいません。俺がやらかしただけなんですけど。最初の括弧、前に何もないので、普通に外してください、これは。2x2 乗。マイナス 5x。 カッコの外に、前にね、マイナスがあるんで、まあ、マイナス1を配るイメージですけど、つまりマイナス 3x2 乗プラス 2x になります。で、 x2 乗同士、 x 同士を計算してマイナス x2 乗で、こことここやるとマイナス 3x です。で、すごい余談なんですけど、みんなもね、こう自分の動画を使ってくれたりとか、過去問とか問題集解くじゃないですか。で、計算ミスってやっぱり起こりますよね。いずれ。まあ一問もやらないって方はなかなかいないと思うんで、その時に、例えば、いや、これはもうちょっとしたミスだから、まあ大丈夫だよって思いたくなるんですよ。なるんですけど、やっぱり自分はミスはミスなので、必ず、例えばみんなが問題集でね、ミスしたマークをつけるとか決めてるんだったら、これも必ずチェックしてください。いや、大丈夫、ちょっとしたミスだしって思う気持ちはすごいわかるんだけど、自分のミス、どんなちっちゃなミスでもそれをしっかり受け入れるっていう姿勢はすごく大事です、勉強する上で。で、次やった時にこれももう一回やってみる。その時ちゃんと解けたら OK だよねっていう感じにしてもらえたらと思います。自分もね、ちょっとミスっちゃいましたけど、はい、そんな感じで。せっかくなんでね、それ伝えさせていただきました。で、次です。ごちゃごちゃしてますけど、掛け算割り算のみなので、まあ、自分は一気に解いちゃうのが好きなんですけど、もちろん、ここ計算してから出てきた答えとこれ計算しても OK です。どっちでもいいんですけど、自分はこうやってね、ちょっと待って。長い分数を使っちゃいます。で、一気に3つ倒すので、まず答えがマイナスかプラスかを決めます。今、マイナスが1個だけなので、全部計算したら答えはマイナスです。マイナスが1つだからね。で、最初の 4a2 乗は上です。乗っけるのは。掛け算の後ろも上です。で、割り算の後ろが下に来ます。こういう感じ。で、あとは約分です。b と b 消します。9と18消して2が出ます。a1 個で、こっちの方は2が消える感じだね。で、自分は残ったもの、こうやって丸をつけるといいです。
今回もちょこちょこね、ごちゃごちゃしてますけど、やっぱりもっとごちゃごちゃする時もあります。約分した時に。その時に、やっぱごちゃごちゃしてて、この辺の2を見逃すとかあるんだよね。だから答えマイナス 4way って書いちゃうみたいな。そのミスはすごくもったいないので、何が残ってるか丸をつける。そして、全部掛け算だから、マイナス、C2 が8に A なんで、マイナス 8A と。こういう風に答えてください。で、次が展開だね。まあ、これは公式通り行きましょう。まず左側ね、これの2乗だから、ルートは2乗するとルートが外れるので3になります。で、次公式で言うと、こことここと2をかけるイメージ。よく、例えばこれでやるとさ、左側の x の2乗の次に、まあ自分はこれとこれとこれをかけてプラス 2x みたいな持ってくんですけど、だからこれと3つかけると、プラス2ルート3。で、右の2乗ですよね。プラス1。だから今回も右の2乗でプラス1です。で、3と1は計算できるから、4プラス2ルート3と。ちょっと狭くなって申し訳ないんですけど。よいしょ。こんな感じでやってみてください。なんか数字だけになると公式ね、パッと出てこない方とかいると思うんですけど、そしたら、いつも慣れてるね、x プラス1とかのやつを公式を書いてみて、それを作って同じようにやってみようみたいな流れでやるとちょっと解きやすくなると思います。で、次が、この今書いてるね、x にマイナス3をかけて5を引いた数は7より小さい。これを、この数量の関係を不等式で表しなさいっていう問題。なので、これは書いてある通りに式を作っていきます。どういうことかっていうと、x にマイナス3をかけて5を引くんです。つまり、x にマイナス3かけるから、マイナス 3x ですよね。5を引くんだから、5を引いてください。これで、数までか、ここまでもう終わってます。それが、7より小さいんです。だから7と比べてるんだよね。7と比べてる。で、小さい。こいつは7より小さいんだから、こうだよね。まあ、小なりって読みますけど、で、これが答え。これを解けって言ってるんではなくて、数量の関係を表せたから、これが答えになります。いいかな。まあ、こういう問題はね、書いてある通りに式を作るっていうのがポイント。ちょっと慣れも必要になりますけど。で、7番がちょっと珍しいですよね。この連立方程式。定期テストとかは、ね、連立が範囲に入ってれば必ず1問にも出てきますけど、そう、受験で見るの結構珍しくって、まあ、イコールが2つあります。で、これの解き方は、このパーツ、このパーツ、このパーツっていう3つのパーツから好きなのを2つ選んでください。例えば、こことここのパーツを選んでつなげます。3x プラス、4y イコール2って。で、こことここのパーツをくっつけて、こうなるでしょ。で、これの後連立方程式を解けばいいんです。こうやってね。もちろん、1番、まあ、こことここのパーツをつなげた式を作ってもいいんです。それでも同じ答えになるんで。いいんですけど、ちょっとめんどくさいんで、まあ、これでいきましょうか。で、x を揃えたいから、消します。3、下にかけますよ。ここがプラス3。で、ここ6ですね。3かけました。で、引き算して、x 消える。y イコールマイナス4か。で、まあ、y イコールマイナス4を、最初にあったこっちの式の方が楽ですね。これに代入して、ここがマイナス4だから、こうなる。だから x は6ですね。で、答えは右に書いた方がわかりやすいかな。じゃあ、ちょっと縦に行こうか。x イコール6と y イコールマイナス4。囲っておきます。これが答えになります。で、8番、二次方程式ですね。これ確か前のシュシュシリーズのやつにも同じような出てきましたよね。左辺、カッコありますけど、2乗取ると。だから、2乗取る代わりに、右辺にプラスマイナスルートをつけます。こうやって。でも、ルート81。81って、九九81ですよね。つまり、これ9が出てきて、ルート消えます。ルート81って9と同じだからね。で、こうなる。
で、これが多分前回のとちょっと違うんですけど、マイナスに右辺に持ってくると、まあ、こうなりますよね。普通に書けば。で、これどう解くかっていうと、こっち行くよ。x イコール、これは、プラス9の時とマイナス9の時両方計算してねと。今計算できるからね。で、例えばプラス9だったら、プラス9足す2じゃないですか。プラス9足す2。だから9足す2をして、片方11なんです。で、もう一個が、マイナス9足す2をしてねと。で、そうするとマイナス7ですよね。この2つを書いて、OK と。いう風になります。ここで止めてしまうと×になります。いいかな？よいしょ。あ、これね。解いたやつをページめくりますね。で、次が、あれか、比例のやつか。入んなかったんでそこに表書いてないんですけど、まあ、表から比例を求めると。で、これやり方が2つあります。おそらく、一番、まあ、オーソドックスなやり方、王道でいくと、比例じゃないですか。比例だから、ちょっとちっちゃくいくよ。比例は y イコール ax です。y イコール ax。反比例は y イコール x 分の a です。いいね。反比例は x 分の a。で、y イコール ax ってわかるので、表からマイナス3と2って揃ってますよね。ちょっと表をもう一回、できれば見てもらいたいんですけど、マイナス3と2が揃ってる。つまり、それを代入します、ここに。y に2。x にマイナス3を入れるとこうなる。で、これを解くと、マイナス3分の2になります。a が。マイナス3分の2。ってことは、式が y イコールマイナス3分の 2x ってことが分かりました。もし式を出せと。ね、グラフの式を出せっていうグラフがね、表から式を出せだったらこれで OK なんですけど、今は表のあを求めたい。で、あのところよく見ると、ここに上にあがあるじゃないですか。下に5があるんですよ。ここセットなのね。縦でセットで見るから。で、x がわからないんだけど、y が5ってわかってるから、y に5を入れます。5。イコール、マイナス3分の 2x。あと、これ解きます。で、右辺と左辺、あ、これまあ、こっち持ってきて、こっち持ってきた方が、x がプラスに変わるから、そうしよっか。の方がわかりやすいね。こうなります。ちょっと整理しました。まあ逆にしたんですけどね。で、3分の2が邪魔なので、両辺に2分の3をかけます。2分の3。だから、x イコールマイナス5に2分の3をかけるんで、マイナス2分の15と。まあこれがあですね。これで終了となります。で、おそらくこれが、オーソドックスなのかなといった感じ。で、実はもう一個やり方があります。すごく簡単なやり方。で、これはですね、小学校の時に、比例反比例って、まあ、習ってるんですよ。ただ、小6か5か、ちょっと忘れちゃったんですけど、習ってて、その時、比例の特徴を習ってるんです。小学校って、今回の問題みたいに、XY のこう表でやることが多いんですけど、比例っていうのは、X 分の Y が固定なんです。いつでも同じなの。だから、今回、表でさ、あで5でしょ。で、次が、マイナス3の2って書いてあるじゃないですか。で、さっきも言ったように、ここをセットで使うのね。で、あがわかんないから今、x って置いておくと、例えば、こっちは、x と5を代入すると、まあ、x そのままだけどね。x 分の5なんですよ。で、こっちも代入すると、マイナス3分の2って、まあ、わーっとこう書きましたけど、こうなります。で、さっきも言ったように、比例は、これが固定なので、絶対これイコールになるんです、ここ。固定ってのは同じになるからね。あとこれ解くだけ。で、この解き方、分母に文字があると、んってなる子いるかもしれないんですけど、分数イコール分数の時、これ自分がよく使う技なんですけど、分数イコール分数の時、×掛けっていう技があって、こうやって掛けていいんです、ここ。ただし、分数イコール分数の時だけだよ。×掛けね。つまり、×で掛けると 2x じゃないですか。バツでかけるとマイナス15ですよね。それをイコールで結びます。で、あと2を割れば、こうなって同じですよね。マイナス2分の15って。なるので、これを知ってるんだったらこっちの方が絶対早いです。早いし安全です。っていう感じ。比例だったら x 分の y が固定。反比例だったら xy が固定されます。まあ、表で出てきた時なんかは、もしよかったらね、使うチャンスがあればですけど、使ってみてください。
ちょっとね、派手に書いたから待ってね。10番書くとこ全くなくなっちゃった。よいしょ。さあ、次10番が、確率か。1,2,3,4 の数字が書かれた4枚のカードが袋に入ってます。2枚同時に取り出します。で、こっからちょっとめんどくさいように聞こえるんですけど、取り出した、あ、違う違う。残ってるカードに書かれてる数の和が、取り出したカードに書かれてる数の和より大きくなる確率。もう嫌だよね。もう確率苦手な子なんかとこの書き方されたら、え?ってなるんですけど。でも結局ね、確率の大事なことって何やってんのが大事なの。ごちゃごちゃ書いてあるけど、結局サイコロ2個振ってるだけじゃんとかさ、コイン3枚投げてるだけじゃんっていう。そこを掴むのがすごく大事で、今回は結局4個のカードから2個取っただけなんだよ。やってることは。だから、1,2,3,4 っていうカードですよね。樹形図を書くんだったら、1-2、1-3、1-4、次、2-3、2-4、で、3-4。この6通りしかないんです。なぜかっていうと、同時に取り出してるんで、2-1はダメです。1-2、これね、1だと思って、1と2ね。1と2を取り出すのも、2と1を取り出すのも同時に取ったら同じことなんで書いちゃダメです、樹形図では。だから前回もありましたけど、枝が減っていく樹形図ですよね。6パターンしかないんですよ。結局やってることを確認したら。で、この後のルールが若干めんどくさいんですけど、残ってるカード。だから今1、2を取ったって言ったら3、4残ってますよね。そのカードの和が取り出したカードに書かれてる和より大きくなる確率。だから全部、この取り出した時に残ったのを書けばいいんだよね、ここに。全部。それがめんどくさいんですよ。例えば、1、2を取ったら、3、4残ってるから、足したら7か、みたいな。ここ、1、3取ったから残ってる、2、4だから6か。ってやると、まあめんどくさく感じるんですけど、ちょっと楽するんだったら、今、1、2、3、4の4枚ですよね。この4枚のカード足すと10なんですよ。10。ってことは、ここ、1,4 出してたら5ですよね、足したら。じゃあ残ってるの5なんですよ、絶対。全部で10なんだから足して。2,3 です、5です。だから残ってるの5なんです。2,4 で6であります。だから残ってるの4しかないんです。3,4,7 です。だから残ってるの3しかないんです。まあ、そこに気づく気づかないはいいんです。でも残ったカードを確認して足すことはできるから。めんどくさいけどここまで書くと。で、話を戻すと、残ってるカードに書かれてる数の和が取り出したカードの数、カードに書かれてる数の和より大きくなる。ここ3ですよね。大きいから OK。4ですよね。OK。5と5だから同じはダメ。5と5同じはダメ。足したら6です。ダメ。7です。ダメとなるので、全部で6個枝がありました。丸は2個です。つまり、6分の2。で、確率は約分しなきゃいけないから、3分の1となって、これで OK となります。ごめんね。よし。で、最後どうしようかな。ここ多分赤で書いた方が分かりやすいよね。ちょっと青に行こっか、上。最後じゃねえや。まだ11番か。で、そこに円錐書きました。母線が30。底面の半径6ですね。で、この時、この円錐の展開図を書いた時に、側面になる扇形の中心角を求めなさいという問題です。で、まず、円錐。それの展開図が、基本的にはね、こうやって、扇形があります。それに、下に円がくっついてる。これが、円錐の展開図なんです。これ覚えてください。円錐の展開図ね。この下の部分に円があって、それをくるっと巻いてる感じ。まあ、クレープの入れ物の反対みたいな感じね。これがなってると。で、書き込むと、ちょっとちっちゃくてごめんなんだけど、ここ6。で、こっち書こうか。こっち30ね。ってなります。で、中心角求めたいから、ここが A、わかんないやつです。で、解き方いろいろあるんですけど、まあ、今はね、学校で火を使って教えることが多いので、火を使って解いていきます。自分はね。で、どうやるかっていうと、比は、基本的に360対 A から始まるんです。これは中心角の比で、A ってここですよね。扇形の A です。360何かっていうと、これはね、上が入ってしまったかな。
扇形って円の一部ですよね。だからここの全部の円、多分上切れてると思うんだ。ちょ、切れちゃったけどね、ごめんね。ここの全部って360度じゃないですか。それのことを言ってます。これでここから始まるの、比はね。で、何をするかっていうと、ちょっと右行きますよ。今、扇形、右に来るのは、この長さか面積を使います。どっちかです。で、今回、この扇形の面積出せません、まだ。なぜなら、中心角分かってないから。でも、この長さってここね。ここは出せます。なぜなら、円の円周と同じだから。だって、組み立てた時一致するでしょ。そこくっつくわけだから。で、ここの円周っていうのは、円の周。直径かける π です、公式。円周はね。で、今、半径6だから、直径は12でしょ。つまり、直径かける π、12π です、ここ。つまり、弧も 12π なんで、今、この360対 a っていうのは、360は今書いた円の話なんです。で、a っていうのは、扇形の話をしてます。つまり、こっちも円、扇形っていう順番にしたいので、弧はこっちに入れます。弧って扇形のことだからね。12π。じゃあここ何かっていうと、今ここの長さの話をしたでしょ？円だったらここ全部になるじゃないですか。じゃあここの円周がここに来るんです。で、円周、今この円周ね。半径見たら30になってる。ってことは直径は60なので、ここには 60π が来ます。これが円周の長さ。っていう比のも、解き方。これで解いていく。ごめん、ちょっと喉がね。で、これちょっと待って。で、これ解くときにこのまま攻めてもいいんですけど、まず右側 π が邪魔なので、π 切りって言って π を両方切っちゃいます。π を割ってる感じ。で、右側だけで約分っていうかね、割っていいんで、60と12。これ12で割れます。そうすると、ここ5で、ここ1まで簡単にできる。もちろんそのままやっても構わないんですけど、簡単にしちゃった方が計算ミスが減ります。で、あとは、中、中、外、外、掛け算すると、中、中で 5A、外、外で360、5で割れば、A イコール72度と。これで、中心角出して終了となります。この比の解き方、自分が中学校の時はこの比使ってなかったんです。この教え方してないんですけど。でも今はね、教科書とこう比で使ってることが多いので、ちょっとこっちでやってみました。他のやり方でも構わないので、まずここまで、まあ導ければ OK かと思います。よし、ラストね。で、行きましょう。で、このね、よく出てくる、まあこれも定期テストで範囲に入ってるとすごい出てきますよね。ポイントは平行四辺形です。ABCD が。で、絶対に平行な線が入ってくる、こうやって一箇所。ここ今平行。EF と AC がね。で、その時に三角形 ACE と面積が等しいところ。ちょっとなぞろっか。どこ ?ACE。なので、ちょ、黒でごめんね。これなぞっちゃダメだな。ここです。中塗りたいんだけどね。ちょっとここでいくよ。ACE。で、やっていきましょう。で、まず簡単なとこから言うと、これね、面積が同じやつの探し方。よく使うのは、どこを底辺と固定するかっていう話なんです。どこを底辺で固定するか。例えば、今、ここを底辺で固定します。ここ。そうすると、底辺ですよね。高さって、まあ、この C が持ってるじゃないですか。で、ここの底辺と、ここが今、平行なんで、この高さの点をビーって移動してきても面積変わらないです。なぜなら平行だから高さ変わんないからね、移動しても。その線の上だったら。ってことは、底辺固定して高さこっちに持ってきた、こいつは面積絶対同じになります。だから1個見つけたね。これで、三角形、これちょっとなぞったからね、ペンが出なくなってる。ADE。これが1個目の答え。で、もう一回ちょっと話を戻します。黒の方ね。今、AE を固定したらこう移動したでしょ？次違うとこ固定しようか。底辺、ここで固定します。AC。そうすると、高さのポイント、ここ底辺だからね。ポイントは E が高さを持ってます。で、
ね、さっき AC と EF が平行ってわざわざ書いてくれてる。だから、E を平行な線の上でこっちに移動しちゃっていいよって F のとこに。高さこっちに移動したの、いいから。そうすると、AC 底辺で、こいつが底辺同じ、高さ E から F に移動しただけなので、こいつの面積が同じになるんです。で、青で書いたんだけど、ちょっと答えまとめたいんでね、色は合わせます。で、ACF か。これも同じ。あと1個ですね。で、これは、今黒から、ね、もともと最初の ACE だね。黒から始めて赤と青を見つけました。で、これは、次は青。ここから、もう1個同じやつを探しに行きます。これよくあるパターンです。見つけた同じ面積のやつから、またもう1歩探しに行こう、みたいな。で、どうやるかっていうと、今見つけた ACF、この青ね。こいつの、ここを固定します。底辺。そうすると高さはここですよね。A。で、ここは平行四辺形で平行なので、高さ P って移動してきて、ここに持ってこれるんです。そうすると、この青も、青と青が面積同じになるからね。つまり、CDF か。三角形。CDF も面積が同じとなって、これで3つ見つけたから、これで OK という風になります。よく透析変形なんて言い方をしますけど、この問題もね、よく見ますので、ぜひこんな感じで解いてみてください。ちょっとね、盛りだくさんにした分すごく長くなっちゃったんですが、今回は、高校受験対策の四種シリーズの第13弾をお送りしました。本当にね、長くなってしまったんですけど、最後までね、お付き合いいただいた方、本当にありがとうございました。で、引き続きこの四種シリーズとか、まあ、他の単元とかもね、取っていきますので、もしよかったらそちらの方もね、ぜひご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。